走れ5歳ザゴダマ。今回はですね、 VS パークイオンレイクタウン森店に今来ております。いらっしゃいませ。運動していこうということです。おっしゃ、やっていくんじゃねーの。なんかちょっと変わった新感覚な運動ができるんですよ。はいはいはい。バーチャルとアクションが融合したみたいな場所。なるほどね。ちょっと今日のこの運動のやつ面白いね。まあ確かに、だいたいモトキがいたりナオがいたりするんですけど。そうですね。なんだろう、絶妙に可もなく不可もなくって感じ。言えない、そういうの。すいません、4人ですって言ったら、俺が店員さんだったら動けなそうなやつら来たーって。運動すんのにデニムですやん。アンさんデニムですやん。まさにね、昔はずっとデニムしてた。そうだね。そう、ようやく脱出したのよ。両方間違えた。脱デニム、脱デニムしたの。運動時間、運動時間。あれはちゃんと持ってくるようになった。でも寂しかったんだね、こっちデニムになったの。そうだね、帽子にデニムが映ったんだけど。俺な、なんかいつかベストジーニストになったらいいです。俺らで、ね、バトル系あるんだけど、空と戦おうマジで。やれる？やれるよ。ゲームで48秒はいはいはい、ノーダメージ3タップされたな。マッシュブラザーズ。今日それを返せる。返す。よし。あ、やれる？やる？あの借り返せる？あ、違う。あ、違う。よし、じゃあちょっと入っていきましょう。じゃあ、ょこれ入り口っすね。いや、めちゃくちゃおしゃれじゃん。いや、おしゃれだしね。じゃあちょっとあの風船を手始まりに全部あります。なんでだよ。やめろ。それもアトラクションだもん。ない。して勝つっていうゲーム、それが逃げ切るっていうやつらしい。はいはいはい。これがかなり、まあ、有名だと思う。はいはい、ここでゴリラで最高時速50だよ。19歳男子、酔っ払いが遅い。酔っ払い、酔っ払い、酔っ払い。じゃあちょっとこれやってみようか。チャレンジモードでいいのかな。ティラノサウルス戦っていい。確かに。ちょっと待って。なに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 。2 1 GO。 じゃあバイソン行くわ。もう一回俺ティラノサウルスと戦っていい？あのレベルが上がったバージョン。レベル28、ハイプのボディ、ティラノサウルス。じゃあ一番強いチーターと戦ってみるわ。50m 走3秒から 3.9 秒の人対象らしい。そんな人いるんだ。誰なの？史上最速のスプリンター。知らんよ。
110キロに変えて速すぎる。まあ相手してやるのに。スーパー速すぎる。おー、スーパー痛い痛い痛い、速すぎる。おー、えリプレイで確認。これやる。あははは、1歩目でやられてるじゃん。え、踏み出した1歩目だ。え、1歩目でやられたんだよ。野生動物じゃないと無理じゃね。絶対無理じゃん、あんな。いや、どうにか方法があるはずなんだよ。史上最速のスプリント。さっき1本目で言うよ。なんかしら策があったんかしらけど、ここは世の中で平和な騒ぐんだ。なぜか、あれ補充が当たらなくて指を立てられた。怒られてるよ、怒られてる。何のスライが超えているぞ。怒られてるよ、ちょっと。怒られてるよ、ちょっと。スワン、ゲロー。ズルしてやられたんだけど。え、これに勝てる人いるの？逆にね、いや、人ではいないんじゃない？間違いなくチーターは無理です。あれは絶対無理だ。あれは無理です。人が人である限り無理です。じゃあ次行こうか。よし、行こう。次はね、ジャンプジャンプってやつ。ジャンプジャンプ。バーを避けるってやつですね。あ、ちょっとやってみよう。思ったより揺れる。そう、あと、割と跳ねない。マサイ対ザカオ、レディー、スタート。しますか。レバー。逆回転だ。ドンクラ。早いよ。あ、これクソザコだ俺。めちゃめちゃ弱かった。やべえ。問答無用でザコ君勝利です。おまさい君連戦で。よし行くぞお前。くだらなくなる。あらお前だよ。お前行くぞお前。じゃあ俺ら。準備はよろしいでしょうか。はい。序盤に住んでたのか。じゃあ次ね、その向かいにボンバーアタックっていうのあるから行こう。なんでボンバーアタック、足枠が落ちないように相手に巨大ボールをこう押して当てて落とせってやつ。入るぞ。よし、ほっフィールドイン。ほっ、よし、よっしゃ。つまりはボールをぶつけ合うってことかい。そう、結構近いんだな。そうだね、ボンバーアタック、シルクロード VS ダーバー。わい、おお、危ない、すっごいぞ。でやっしゃ、交代で。オッケー。さあ行こうか。何してんの？何？よし、フィールドイン。オッケー。じゃあ次回さいね。今俺ディフェンディングチャンピオンだから。あ、見てろこの。何よ。何よ。出し抜きたい。回さい。よし。レディー、ゴー。助けてー。情けねー。
ちゃうよ、赤川。これ赤川が勝たなきゃシルクの3連勝で終わっちゃうよ。もういいのか、視聴者さんにまたシルクが勝つのかよとかって悔しいと思わねえのか。なんでお前そんな上から言えんだよシルク VS 赤川、レディーゴー。えぇーえぇ ー, 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 ー弱すぎる。嘘だろ。ダーマが一番強かったぞ、マジで。お願いがある。何？ダーマはもう一度出させてくれ。いいだろう。自分が出るわけじゃねえんだあの、とりあえず今チャンピオンです。3連勝。それは間違いない。再戦、シルクロード VS ダーマ、レディーファイト。うまいっすか。ナイスだ。わー、ナイスや。ナイスや。ナイス、あげつろう。うわー、うわー、ダーマ、バーマ、カー強い。今めっちゃいい勝負じゃん。どっちが最弱か。バサイ対ザカオ、ファイッ。うおー弱い弱いマジで弱いマジで弱い。もうだって自分揺られちゃってるよ、ずっと。これは最弱の名に恥じぬ最弱。 VS パーク最弱っていう名前にはなりたくない。やばいね、これは、うん、頑張ろう、ここに頑張ろう。よし、あ、いたあ、いた。後頭部ボール検索か、お前何キーワード検索してるの。後頭部ボール。次はですね、めちゃめちゃ YouTuber っぽいよ、足つぼピッキー。うわー、足つぼやだよ。もう足つぼやなんだけど。ゴールキーパーと言ったらうちの坂尾くん。間違いない。あ、結構俺の話ですな。まあ、あなたはゴールキーパーなんで、ね、うん、中学の頃ね、ゴールキーパーだったから、あなたがゴールキーパーで、俺らが蹴る側。ああ、すごいですね。ちょっと入るまで終わらないっていう。まあ君が本気で止めれば。いや、もちろん止めるよ、俺も。ね、足つぼピケやっていこう。よし、やっぱ結構硬いで、これこの足つぼマットの上でボールを蹴るとゴールキーパーの足元にも足つぼがある。痛いよこれは。一回でも取ったい。痛い。はい、今もう踏むからね。動けない、これは。せーの、やばい。あー、頑張れよ。オッケー、痛い。うおー、止めろよ。いやー、シルク行きます。はい、お願いします。痛い。
一生あげたい。一生しないとちょっと本当に敗北するから。本当に敗北してんのよ。敗北はしてるんです。何今までなんか負けてないみたいになってる。ギリ負けてないけどちゃんと負けてるよ。入ってまいりました。そのポールを掴んでそれで押し合ったり引き合ったりして倒すと、まあむしろあれでね、奪っちゃって相手叩くでもいいんじゃない。とりあえず、2人とも準備整いましたよ。ザカオ対マサイ、レディーゴー。おー弱すぎだろ、弱すぎだろお前。まだ生きてる。いやもう生きてないよ。まだ生きてる。浮いてる浮いてる。いやじゃあお前ついてるもん。浮いてる浮いてる。どうにか1個ぐらい勝てって。普通に悲しい。ザカオが強かった可能性は多いにある。よし、俺はシルクロードを倒す。マサイ VS シルクロード、準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。レディーゴー。嘘でしょ。そんなことある。漫画みたいな倒れ方って。ギャグ漫画だよマジで。奪って頭ペーやって思ったよ。なんだあいつ。え、バランスがないもう。弱すぎる。弱すぎな。やばてめえ来い。人類で一番弱いわあいつ。じゃあ行くよ。ダーマ対マサイファイ。何連勝もしてるからマサイ。今度は勝つ。俺が最弱じゃないとこ見せてやる。じゃあマサイ頑張れよ。おい、レディーファイ。あー負けた。マサイまだ立ち上がれ。一勝一敗だからまだマサイ。立ち上がれ。いい分だもん。いい分。立ち上がれ。いるぞ。頑張ってマサイ。レディーファイ。うおうおマジで。ダーマの勝利。いや危ねえ、よかった勝てて。逆にここまでいったらもうええよ。まだあるはずだから。次はいける。次はいけんじゃない。マサイに選んでもらうね。ああ確かに確かに。それでちょっと終わろうよ。ああ分かった、まあ、できるだけこうね動きの多いやつでやろう。ああね、だから戦えるやつが選んでるな。まあそうだね。そうだね。スクリーンに表示されてるポーズと同じポーズを取ろう。これはいけるよ。これ以上はできるよ多分。タフね、強力じゃねえか。レディーゴー。オッケーオッケーオッケー。おい、何がどうなってる。よしよし、勝負じゃねえじゃん。ラストに何選んでんだよ。ただ仲良くこうやって。最後マサイのポーズでダメになったの俺見てたよ。じゃあ俺と仲良くならない方がいいらしい。お前には機会があるから。お前には機会がある。へこむな。お前には強みいっぱいあるんだから。何でもできないところとかすっごくバカなところとかいっぱいお前には強みがあるから。それ強みじゃない。見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけん。チャンネル登録よろしく。せー。